皆さんこんにちは、ちゃますけです。今日はね、これから、ハワイ最大級のアウトレット、ワイケレプレミアムアウトレットへね向かいたいと思うんだけど、なんとね実は、今の時間がもう2時になるところです。実はね12時ぐらいにこのね今ここホテルなんだけど、ホテルを出発して、向かったんだけど、ちょっとね事件が起きました。とりあえずそちらの映像をご覧ください。でそのねアウトレットに向かう方法としては大体3種類ぐらいあって、これ今バス停まで歩いてった道のりをずっと戻ってるんだけど、やっぱり落ちてないわカード。あんなの落ちてたら簡単に盗まれちゃうよ。だって1日無料で乗れるんだから。一応ねここでここの部分でねカバンを1回開けたり閉めたりしたんだけど、やっぱりねえな。ということで、さっきねまあバスで行くのかそれともウーバーで行くのかとか、そういうね、動画のスタートにしたいなって思ってたんだけど、バスの1日乗車券をどっかに落としてしまって、なくしてしまったので、ちょっともうそれで結構ショックを受けて、まあショックっていうのはまあそのなくしたその金額の部分じゃなくて、なんかずっとねなくさないようになくさないようにって朝からずっと気を使ってて、ちゃんとポケット入れたり手に握ったりしてたんだけど、なんかカメラで喋ってたらやっぱりどっかに落としてしまって、まあそれで結構自分にがっかりして、なんかもうスタバ行ってね飲み物飲んで、ちょっと一回部屋に帰って気分転換に服装もね全部着替えて、それでちょっとまた出てきました。ということでね、もうバスで向かうと1時間半ぐらいかかるみたいだから、ちょっと遅くなっちゃうから、これからねウーバー手配して、多分ウーバーだったら1時間はかからないで着くと思うんで、これからアウトレットに向かいたいと思います。ちょっと待って、ウーバーあ違う違う、これウーバーイーツ。ということで、ワイケレプレミアムアウトレットに到着しました。ウーバーめっちゃ快適でした。もうなんかまだ乗ってたいなって思うぐらい超高級車でね、しかも35ドルだからね、めちゃくちゃまあ当たりでしたね。ということで、これからこのワイケレプレミアムアウトレットをね散策したいと思います。まあ、僕ここ何回か来たことはあって、前までのねお店のイメージとかもあるから、まあこのね 1,2 年で変わったところがあるのかとか、あとどんな感じなのかっていうのをねちょっとこれから見て回りたいと思います。ただね今見てる感じだとそんなになんだろう空き店舗があるっていう感じには見えないから、まあちょっとね中行ってみないと詳しいことは分かんないけど、ただねやっぱり前までと違う唯一の点としては本当にアメリカ人の方ばっかりです。ということでね、これからマスクして中入っていきたいと思います。ちなみにこのワイケレプレミアムアウトレットなんだけど、今ね僕の正面に見えてるここのエリアがまあメインのエリアって言ってもいいのかな。ただねこれ左側と右側、下の左側と右側にもねエリアがあって、だいたい大きく分けて3ブロックで成り立ってます。でさらにねこっちにもマクドナルドがあるとことか、ゲームストップがあるとことか、まあ、こっちにもねいろんな商業施設が入ってて、まあここだけじゃなくて、こっち、そしてあのね信号のさらに奥もねいろんな商業施設が入ってて、まあ、このエリア一帯が全てショッピングモールみたいな感じになってます。ちなみにね今日は平日の、今はねお昼過ぎの時間です。まあ平日の昼過ぎだからさ、まあ普通のね日本のアウトレットとかでも割と空いてる時間帯というかタイミングであると思うんだけど、ただまあそれにしてもガラガラです。いやこれ気持ちいいな、これ気持ちいいわ。もしかしたらこれホテルのプールと同じぐらい気持ちいいかも。ここにあれ、ここ何があったっけ、ここ1店舗潰れてるな。そう今ねお隣にハイビスカスをこう刺してね、ファッションで刺して来てるね方がいたんだけど、初めて見たかもしれない正直でね。あとね今気づいたのが、アロハシャツを着てる人を見てない気がする。もしかしたらアロハシャツってさ割と観光客向けの仕事をされてる方のまあなんか仕事着だったりとか、まああとね観光で来られてる観光客の方が着てたりとかっていうのが
結構多かったのかもしれないんだけど、あのね、アロハシャツで歩いてる人ね、全然見てないわ。なんかいつもと違うなって今ずっと感じながら歩いてたんだけど、まあここ数日間アロハシャツでした。あの何日か前に結構ね重い荷物をリュックに入れて、それでね歩き回ったら腰痛めちゃって、そのせいでなんかもう今リュック背負うのが辛くて、このねウエストポーチみたいなので歩いてるんだけど、もう腰やっちゃいましたね。さあ続いてはラルフローレン行ってきます。ジージャンとかちょっと着てみようかな。ジージャンどうかな。帽子がいらない気がするけど悪くはない気がする、うん、ちなみにこれは150ドル、 XXL サイズだ今の。なんかねラルフローレンのこういう色とかね、こういう色、こういうのがね大好きなんだよね。ただ僕ねこのねラルフローレンのまあ最も定番のねアイテムのそのポロシャツがねあんまりこうなんかかっこよく着こなせる自信がなくて、このさラルフローレンのキャップってさ結構あるけど、このねビッグロゴのねキャップって結構なくて、今ここにももうこれしかないんだけど、これはね僕は割と好きなんだよね。ちょっとな、なんか僕結構その深い帽子が好きだからさ、ラルフローレンのやつとかって割と浅めなんだよね。これちょっとハワイっぽくない？ということでね、結局赤いねキャップを買ってきました。あんまりさ普段赤いキャップ買うことないから、これラルフローレンで珍しいねこの配色、ちょっと色鮮やかな感じで40結局5ドルぐらいになったかな。だからまあいいお買い物できたんじゃないかなと思います。なんかねだんだんこのね風が強くなってきて、結構ね空も暗くなってきて、ちょっと雨降りそうだね。これ傘ちなみに持ってきてない。こっちへちょっと行ってみようか。このバーニーズニューヨークは閉店してやってる。これで2店舗目かな閉店してるのは。でもそんなに多くないね。インターナショナルマーケットプレイスとかはかなり閉店してたけど、そしてこのねズーミーズっていうこの店ね結構面白いんだよね。いやめちゃくちゃ面白いなやっぱこの店。別にこういうねストリート系というか派手なものが好きじゃなくても、お店の中ね歩いてるとねなんかあこれいいじゃんっていうのがねきっと見つかる。なんかこういうさ何のブランドでもない T シャツいいよね。すごいねやっぱ日本のアニメが世界的に人気なのがこれを見ると超わかるわ。めちゃめちゃ売ってる。あ、鬼滅の刃刃だっけ刃。これかわいいな。 It's but to make the earth sad、 地球が泣いちゃうからって。そしてここがアグ。アグはね結構アメリカのアウトレットはもう必ずあるね。そしてめちゃくちゃ安い。日本で買うのとはもうアグに関しては全く金額がね違う印象。ちょっと中見てみようか。 40% オフだもん。そりゃバイヤーの人がアメリカのアグに来てさ、日本で通販したりしてビジネスやるよね。めちゃくちゃ買い付けに来てる人いるからね。これレディースもさ、これとか女性人気じゃない？こういう可愛い色。これも 40% オフだからね。これとか100ドルの 40% だから60ドルってことだよ。これ安いんじゃない？かなり。来たー、アメリカっぽいやつ来たよ。これスポンジボブ。これは49ドル。安っ。これいくら？マジ？これ29ドルなんだけど。3000円ってことだよこれ。やば。
つで70ドル切るんだよ。やばくない？すごいな。子供用のウォーリーを探せ、むずすぎないかこれ。もう塩粒みたいなんだけど、ここまでちゃんとデザインされてる。すごい細かい。お買い上げです。やった、いい買い物だこれは。ちょっとさ、バンズでお買い物してさ、金額間違えてた。なんとこの2足で41ドル。これで4500円だよ。やばくない？びっくりなんだけど。40ドルと30ドルって書いてあったから、まあ70ドル切るぐらいは分かってたけど、え？なんで70ドルのさ、定価のやつが40ドルになってんの？見てこれ、 You saved 29.95 ドル。これ1足2000円なの？え、これそんなだったらさ、もうさ、なんか日本のお店で買うのが、やっぱさ、海外でこうやってお買い物アウトレットでするとバカバカしくなってくるんだよね、本当に。ありがとうございました。ということで、ちょっとお腹がペコペコになったんで、これからご飯食べに行きたいと思います。いやー、今日は平日なのにすごい交通量だね、ここは。なんかアウトレットとは関係なく混む場所なのかな。さあ、ここがワイケレセンターです。いや、すごいな、すごい、車の量が半端じゃない。皆さんあれなのかな、こっちに来るのかな、向こうに止めて。いや、鳥見て、鳥がさ、道路の真ん中歩いてんの見える？黄色い線の上を歩いてんの、鳥がチュンチュン言いながら。あ、引かれる。見て、めちゃめちゃ鳴いてんの。今見えた？こうやって車の人がこうやってやってくれたの。僕さ、その海外さ、なんか久しく来てなかったせいでさ、最初ハワイ着いた時にさ、こうやってなんかアロハっていうのが挨拶っていうのも頭にもうなくて、ハローだと思ってて、最初アロハって言われた時になんか、まあ、こうやってやられたのよ。でも間違えてこうやってやっちゃったよ。とっさにアロハって言われたら、あーいってとっさにやっちゃったよ。うわ、ペットこう気になるな、これワンちゃん本当にいるのかな。ちょっと入ってみよう。ワンちゃんね、そこにカゴの中にはワンちゃんいるけど、いっぱいいる。すごいもの見つけた。これセルフウォッシュってさ、すごくない？これ勝手に入って、勝手にここでワンちゃん洗って、で多分乾かして、で帰っていいよってことなのかな。え、それともこれワンちゃんが勝手に入店してきてさ、シャワー浴びて拭いて帰るのかな自ら。それこそ本当のセルフじゃん。やっぱなんだかんださ多いじゃん、海外から取り寄せてさ、売られてる商品とか。だからね、なんか見覚えがあるブランドの名前とかデザインとかはよく見るね、この子にいても。かわいいな、なんでこんなかわいいんだろう。これワンちゃん用じゃなくて普通に欲しくなるんだけど。あ、これめちゃめちゃさ、日本でも売ってるよね。この中におやつ隠してさ、ちょっとずつ遊びながら食べてねってやつ。これ使ってたな。あ、この辺とかね、もう日本でも売ってるよね、こういうの。あ、鳴っちゃった。ほら、また来た。とっても大満足。ペットコ皆さんも行ってみてください。アウトレットのね、ところにあるんで。ワンちゃんがね、こっちのワンちゃんってさ、やっぱ日本のワンちゃんとこう種類が違うっていうか、日本にいるとトイプードルとか、そういったのによく見る犬種ってあると思うんだけど、アメリカに来ると全くね、見ないっていうか、割となんだろう、日本で見ない珍しい、なんか雑種犬なのかなみたいなね、ワンちゃんがこっちはたくさんいたりとか、そういうね、珍しい
普段見ないようなね犬種のワンちゃんにもしかしたら会えるかもしれません。すげえなー、建物がめちゃめちゃ可愛い。建物っていうかあの車、あでもこれは完全建物だね。こっちはフードトラックなんだけど、タイフード。これはスペシャリティミックスって書いてある。あ、お茶だ、お茶、お茶っていうかティーだね、ティー。これは結構お肉系かな、焼き系だね。ということでまだね、僕こっち来てからねマラサダ食べてないから、ちょっとドーナツ食べたいと思います。でもこのお店人気みたい。なんかまあ立地的にも一番ねあのショッピングできる場所から手前にあって、今3人の方が待たれてるから。ドーナツ1つで1ドル35セント、まあ、大体150円とかそのくらい。ということで、マラサダ買ってきました。あのね、僕ね朝ごはんを食べて以来何も食べてなくて、今の時間4時半過ぎです。もう腹ペコすぎる。もうね歩き始めるとね食べるの忘れちゃう癖が結構あって、いやそれにしてもこれすごいな。熱々、あっつ、もうね揚げたてなのよ。で揚げるのを待ってで買って、でまた揚がるのを待ってっていうのを繰り返してて、だから待ってたんだけど、マラサダっていうのが人気な意味がわかる。この中のなんていうの、これこのパンの部分がふわふわなのよ。もっちもち、低反発枕みたいな、なんか揚げた低反発枕だこれ。これは買いたくなるわ。いやこれはうまい。本当に安いしコスパいい。ますますお腹空いてきた。パンダを発見した。うわ、今一番食べたいわこれ。ただ多分かなりの高確率であの店内飲食はできないと思うので、ちょっとデリバリーというか通行用にねテイクアウトで買って、その辺の椅子に座って食べようかな。いやこれはやっぱりあれだね、このさハワイとかってさ、車でね皆さんこうやってさぐるぐるね普段生活してると思うからさ、車で移動してるとねこれは別に大したことないよね。駐車場もさすぐ止められるしさ、テイクアウト買って車で食べることもできるしさ、旅行客にとってはこれはきついよね本当。まあハワイっていうねすごいこう外が気持ちいいからさ外で食べれるけど、それにしても中で食べたことがほとんどない、ここにハワイに来てから。パンダエクスプレスを買ってきました。今の時間5時です。5時1分、これはお昼ご飯ですということで、結構ねこのパンダエクスプレスでお買い物をする中でも結構爆買い系ですね。これはまあハワイも真夏に来るとねさすがにちょっと汗かくけど、なんでこんなに汗かかないんだろうね。ここは特別なんか風が強いわけでもないし、まあ今日この感じ小雨ちょっと降ってたけど、まあそれでもねなんだろう、すぐ止んじゃうしね島だから。いただきます。これね僕がね好きなあのコンビネーションです。これがまあ見ての通り、これがチャーハンで、でこれがベイジングビーフっていう、なんて言うんだろうこれ、あの酢豚みたいなやつ、酢豚のお肉のやつで、これが春巻きね、ベジタブル春巻き。結構ね意外にカロリーが低くて、あの野菜が入ってるのかな。でこれがスーパーグリーンズっていうやつなんだけど、これがなんとただのブロッコリーじゃなくてケールが入ってるのたくさん。これがすごくね健康的です。このねまあ結構ねジャンキーだけど
もうお腹ペコペコなんで、いただきます。このスイートチリソースにつけて食べます。これは選ぶソースを間違えた。なんかソース何がいいって言われて、スイートソースって言ったらちょっとなんか渋い顔してたのよ、店員さん。変わった人みたいな顔してたんだけど、そういうことか。これはつけない方が美味しいわ。ほんとさ、今どこ行ってもさ、テイクアウトばっかでさ、なんかこれはさ、ハワイだから本当にね全然まだいいけど、なかなかこういう外にいるのが快適な場所じゃなかったらちょっとね厳しいよね。これでさ、ハワイもさ土砂降りになっちゃってたらね、みんな多分このパラソル付きの席とかさ、まあでもこれがあっても多分ダメだと思うけど、まあ人ねいっぱいここ来ちゃうだろうから食べる場所がなくなっちゃうね。だからそうなるとやっぱりみんな車で来てるから、車の中とかで食事できるからさ、旅行客は結構辛いね。でも本当にね、このアウトレット来て、そしてまあワイキキもそうなんだけど、割と一番驚いたのは韓国人の方が本当に多い。なんかまあ今までの日本人ぐらいとは言わないけど、でももう圧倒的にアジア系の人で、ハワイにいるのはもうほとんど韓国人の方。だいたいね、割合でいうと全体のそのアジア人の方の8割ぐらいかな、イメージ。で1割5分から1割何分か中国人で、でもう本当に日本人はちょろっているぐらい。だからね、結構なんていうのかな、やっぱ韓国人の方みんななんかこうちょっとさ、肌綺麗ですごいこうキリッとしてておしゃれな感じだからね、すぐわかる。ということでね、この食事もうたくさんあるから、まあ、ゆっくり今から食べたいと思います。このねワイケレプレミアムアウトレット、まあ、またねハワイに、来れるようになった時にはぜひ皆さん来てみてください。ということでありがとうございました。おやすみじゃん。She said that everything will be fine. But last night, I don't even think of the shadow of my